何かがおかしい？不織様。高3の春休み、俺は祖父母のお家に来ていた。祖母に挨拶をすると、いや、ちょっとゆっくり休んできいと言われた。祖母にゆっくりしていきなと言われたので窓を眺めていた。その時、小さな女の子がこちらをつぶらな瞳で眺めていた。うるうるとした瞳で、お家が欲しそうだったので、シルバニアファミリーのお家を買ってやってあげた。シルバニアファミリーのお家を買った後、その女の子は楽そうに暮らしていた。ポッポッポッ、ハトポッポッと言っていたので、ハトが欲しいのかなと、ハトを入れてあげた。その後、ハトは大量の卵を産み、家中に住めなくさせていた。では、ナイスハトと思った。ポポポと言っているので、多分こいつはハシサクサマという幽霊だろう。だけど、こんなちっちゃかったっけな。身長は2メートルというか2センチだ。センチと思ったが、定規で測ったら2ミリだった。2ミリも俺こんな大っきい手でつかめんの？え？俺の指そんな2ミリもつかめんの？え？って思って確認したところ、俺の指はピンセットだった。そしてよく虫眼鏡で見ると、小さい女の子のお腹が腫れていた。彫刻刀で解剖してみたところ、中からハトが出てきた。おお、八尺様ってカムじゃなくってハトの幽霊だったのか。なんだなんだ、ハトの幽霊だったら大したことねえな。鶏肉にして食っちまおう。そして焼肉用のバーベキュー用のセットを用意して美味しく焼いた。そしたら中から心臓が飛び出してきてびっくりした。ぐるろって思った俺は潰してしまった。潰した後、美味しい褐色様をいただいた。終わり。